第57回壁外調査に乗じ、兄はエレンを奪取するため巨人化して調査兵団への襲撃を仕掛けるが、奮闘も虚しく、女型の巨人は敗北を喫し、目的の遂行はならなかった。女型の巨人のうなじから抜け出した兄は、本来自分がいるべきだった場所、ストヘスクの憲兵支部に帰還すべく移動を開始するのだった。エレンの捕獲は失敗だ。今急いでストヘスクに帰還しよう。いい具合だ。今あるガスや刃だけじゃ足りない。帰還するにしてもまず補給してからだね。巨人に見つかれば簡単には振り切れない。戦闘は避けた方が良さそうだ。あまり考えなしに移動すると巨人に見つかる。奴らの動きを観察して慎重に動かないと。戦おう。次、まずはこれでいい。だけどこれじゃまだ心もとない。またどこかで補給しないと。無事に補給できたけどまだ十分じゃない。もう少しあれば多少は安心できるかな。まずいね。巨人が集まってきた。早くストヘスクに戻らないと。ガスも刃もこれだけあれば十分かな。ストヘスクへ急ごう。これ以上巨人が集まってきたら見つからずに移動するのも難しくなる。あと一歩というところで邪魔が入る。これで私たちの故郷はまた遠のいた。もしこうなると分かっていたらエレンに対人格闘術なんて教えなかったのに。今日は病欠ってことでヒッチがうまくごまかしといてくれただろうけど、明日の仕事まではさすがにサボれないか。答えるよ。ダンス。はっ、こんなところに飛行士。倒すしかないってわけ。正直もう限界だけど、この長い野暮用もこいつさえ倒せば終わる。相手が本当に巨人だったって聞いたらヒッチはどんな顔するかな。さっさと片付けて戻ろう。私の不在がバレるとまずい。何を犠牲にしてでも使命を果たす、その思いに変わりはない。だけどいや、今は一刻も早くストヘスクに帰還することだけを考えよう。やっと終わった。長い一日だった。早く宿舎に戻らないと。兄は壁外領域の巨人たちを退けて辛くもストヘスクへの帰還を果たした。そしてまるで何事もなかったかのように憲兵団の兵舎へと戻り眠りにつく。第57回壁外調査の真の目的が壁内の敵をあぶり出すことだったとも。そして今まさに調査兵団が彼女の正体を暴こうとしていることも知らずに。